チヂミで炊き込みご飯を作ります。バットに水を入れて塩を入れます。0.3% の塩水を作ります。さらにアルミをかぶせる。冷蔵庫からシジミを取り出してザルに入れます。殻に汚れがついてるので殻をすり合わせて洗います。シジミをザルに上げて30分放置してさらに水を切ります。通常炊飯から大さじ1の水を捨てる。さらに小さじ1水を捨てる。ジャパン酒大さじ1投入。続きまして塩少々。よーくかき回す。シジミを 150g 投入。スイッチオン。オーピン、シジミをそのまま炊飯器に入れて炊き込みましたが何か袋にシジミを入れて炊き込んでください。シジミにご飯粒がくっつきます。カラカラ身とご飯粒を取ります。超めんどくさいです。カラカラ取ったシジミの身を入れます。最後の最後まで虫かよ、昨日こきたらしい格好しやがってって言われたからめちゃくちゃおしゃれしてスタンバってたんだよ、準備に1時間。